い、皆さんこんにちは。紹介します。私の、歌の方でプロデュースしてくださってる村長さんです。はい、こんにちは。初めましての方よろしくこんな感じでいてててあのライブが、私が歌のライブ結構出てる時にいつも YouTube に動画を上げてくださってるたりとかしてるんで、よかったら似顔絵島の村長って調べると出てくるんで、動画、私の動画もいっぱい出てくるんで、歌の動画が YouTube で調べてみてください。イエーイ。なんか声を綺麗に拾えるようなマイクをここにつけてて、そうそう、 iPhone 用のね。今日はちょっとさっき言ってたようにね、面白い、ちょっとこれ映しといたってよ、みんなね、多分、はい、はい、多分これ皆さんね、日本で初めてって言っていいほどのもんです。多分まだ30人ぐらいしか持ってないんじゃないかなという、ね、世界ではすごい、日本でね、日本で、うん、これね、こうやってここをでボタンを押します。これね、 Bluetooth で、iPad に飛んでます。でここでエアドラムのように叩くと、今どこも叩いてなくてもドラムが叩けます。すごい。でハイハットね、ね、すごい、はい、こんな上の方叩くと透明のドラムがあるかのように、すごいわ。おお、そうそうくんがテンション上がっておりますゆうじさんもテンション上げ上げ、すごい、こんな感じでエアーでイエー音が鳴ります。すごいわ、これ私も今日初めて見たんですけど、びっくりしました。こんなに時代は進んでいたのか。以上でございますか、はいはい。ママ、私が生まれた日の空はどんな色？パパ、私が生まれた日の気持ちはどうだった？あれから言葉を覚えて、私なりの愛も甘え方も体に染み込んだ。生きてこそ、生きてこそ、今ここから始まる。生きてこそ、生きてこそ、広がってまたつながる。なんかどんな感じですか、音。ここにあのドラムの音も挟んだりして。ママ、私は初めて抱く気持ちはどうだった？パパ、私が生まれた日は嬉しかった。あれから奇跡を重ねて、私なりの愛も恋愛も育てて行きたい。生きてこそ、生きてこそ、無限に羽ばたいてく夢。生きてこそ、生きてこそ、その根は深く太く強く。有能やな、この機械。こんな感じです。ありがとうございます。この曲の難しいところは ね、あの最後のちょっと転調の時に難しいからね。そうですね、はい、アコを克服しないと。間違いない、そうでございます。いや、ダメだね、喉で歌ってるから。
ダメですね。ちょっと気持ちをちゃんと込めないと。頑張ります。コインありがとう。マリーテスさん拍手ありがとうございます。こんばんは。ボリュームちょうどなかったらしいの。あ、大きすぎる小さすぎる。ボリュームどうですか。あ、機材がすごすぎるってきてます。いやもう間違いない、機材本当にすごい。だってここにある機材見てください。ガチもんやこれは。ほらこの機材。みんなこんなのも興味あるのちゃう。機材好きな人。じゃーん、真空管のコンデンサーマイクな。レコーディングができる。ここで私もあの PV を今年作っていただいたんです。すごいねここ家やのに。こんな感じで機材がたくさんあります。ここに譜面台もあってマイクがあってこう座りながらやってます。こんなんね、みんなあんまり見ることない。こんなものもね。これ何ですか。ウィンドシンセって言うて、これはサックスの音が鳴る。そういうサックスの音鳴るんですか。そういうね、サックスの音鳴る。素晴らしい。1万8000円のダイナミックマイクしかないっすって来てます。いやでもそれ1個持ってただけででも上等ですよ。そうそう、くん多分まだ高校生やるな多分。違うっけ。うん、よかったらサポーターなってください。イエイ。こんな感じでもできます。うん、すごい。あの一緒にね、あの活動したりしてくれてるリリア、リリアちゃんって小学校ね5年生ですよ。小学校5年生のビッグニュースです。はい、女の子がいてるんですけれども、ABEX の北陸大会で予選通過しまして、今度全国大会に出場することになりました。イエイ、はい、イエイ、イエイ。で、すごい拍手。それを聞きつけた、テレビ東京系のザ・カラオケバトル、多分皆さんも一度ぐらいは見たことあると思いますが、カラオケバトル、うん、カラオケバトルね、結構有名な、はい、そのカラオケバトルに11月1日、夜6時55分で、出ます。ちょこっとぐらいは僕が一緒にやってるところも少し出るかも分かりませんけど、皆さん、もし時間うまく合えば11月1日水曜日、ザ・カラオケバトル見てください。お願いします。11月1日水曜日6時55分からです。絶対多分ね1回見たことあるし、多分 YouTube 調べていただいたらすぐ出てくるカラオケバトルは。だからね、一気に全国にリリアちゃんのことが知れ渡ると思います。いやびっくりしました。私もあのチラッとだけ、あのあ歌をじゃあ初めだけでも今流しましょうか。 YouTube の、 あの上がってる動画があって、リリアちゃんの、はい、まあ、どんな子なのかとか、どんな歌を歌うのかとか、まあ、聞いたら多分びっくりすると思うんですけど、いろんな意味で、はい、ちょっとね映します。じゃあもっともう少しちょっと若い歌をね、木蓮の涙。もう小学校5年生じゃないでしょうこれ、はい、5年生声、渋い声。
小学校5年生ですよこの子が11月1日のカラオケバトルっていうテレビ番組、はい、テレビ東京もしくは関西の人はテレビ大阪ですかね、テレビ大阪の結構有名な番組に出ますので、うん、ぜひ見てあげてください。こういったまた切れちゃう、30分に切れちゃうんですね。だからあ、そう、一旦ね、あ、コインは？コインはない、コイン、ちょ、若干なんぼなんだ、コイン何枚やったらいけるんですか？5枚、あ、もういける、そのままレッツで。テレビ大阪映らない、あ、そうなんだ、こんな感じ、今みたいな感じ、映らない、テレビ大阪映らない、じゃあ例えばここは奈良なんですけど、ここだったら奈良テレビでやってますね、多分地域テレビはほとんど映るんじゃないかなと思いますけどね、見れたらいいですね。圧巻でしたね、びっくりしました。私も練習は負けじとやっていかないと。あのでもテレビ局のディレクターに、あの次はあやみ応募しますからって言うてありますからもう言うてあるんですよ、ほんまに。あ、冗談じゃないですよ。だそうです、頑張らなきゃ頑張らなきゃ。私、え、テレビ大阪、あ、奈良テレビは映りますですって。あ、じゃあ奈良テレビは毎週水曜日、約7時ぐらいからやってますんでね。うんうん、これ雑談の方がいいですね、顔出しにしてみよう。そんな感じが、頑張ってっていい人ですよね。谷庵様、舞台からしてくださってる方。ああ、そうですか。これほんまに大丈夫なんですかね。綺麗な録画してみますねって見てます。はい、ありがとうございます。リリアっていう子ですので。はい、切れないかな。そのまま続いてくれ。コインずつあったら続く。あ、ほんまや。続くと思う。はい。続いた。これ雑談。あった。切れてない。いえ、切れてないね。じゃあちゃう曲も。はい、じゃあ。あ、てか私の告知、11月3日の告知していいですか？はい、11月3日に、あ、村長さん言ってください。はい、11月3日久しぶりにあやみがライブに出ます。大阪千日前ですね、ビッグカメラの高速を挟んで前のところに、サンクスがあります。サンクスの隣入ったところにアナザードリームさんっていうね、大きな箱、150人ぐらい入れる箱ありますけど、6人のプロと村長の仲間の、若手メンバーとで、プロ魂というね、ライブをしますので、皆さん時間のある方は来てあげてください。お願いします。あのプロの方が6人もいらっしゃるので、はい、本当にすごいです。なんかとりあえずアウェーなんですけど、でもあの新人は新人なりに できる、目の前のねできることがあるはずなんで、全力で出し切りたいと思ってるので、ぜひぜひ見に来てくれたら嬉しいです。また改めてツイッターとかにも告知するんですけど、よかったらお願いします。イエーイ。何時開催ですか？昼1時ぐらいからです。そうなんです、お昼からなんですよ。夕方までなんですね。1時から、はい、開演が1時、ま、はい、開演が1時の1時30分スタートでしたかね。はい、また告知しますけど、うん、会場が12時半、1時ぐらいで、開演が1時、1時半ぐらい、うん、うん、そうそう、な感じです。よかったら、
あのまた詳しくあの説明するんで、はい、ぜひ。で、あと5日もね。そうです、5日も実は連続で。ものすごく綺麗な、ソープオペラクラシックスっていうね、東梅田ですけど、はい、プロの方もいっぱい出てるような綺麗な箱でやります、うん、やっぱり、ね、そういうとこどんどん出ていた方がいいですもんね。こうアウェーな中でもあのやっぱプロの方たちがいるんで吸収することがすごい多いんで、いいチャンスだと思って出たいと思います。じゃあちょっと他の曲も練習しますね、はい、そんな歌ってない気がするから、ちょっとよかったらあの こんな感じの曲を当日は歌おうと思ってるんで、ぜひあの完成版を聴きたいという方は見に来てください。髪の毛がボサボサです。はい、じゃあ何の曲、次は何曲いくんですか。どうしましょう。タバコでじゃあ。その時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろう。一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前。かすれたな。ちょっとかす声な。かすれました。声もなんか調子悪めです。なんかマイク音いい感じですか？マイクはないと思うけどバランスは。ああ。なんか聞こえ方はどんな感じなんやろ。お茶ありがとうございます。難しいですね歌は。皆さんなんか路上とかにね、あのあやみちゃんも路上したりしますけど、路上に興味ある方ね、これ僕ちょっと張り込んで最近買ったんですよね、これね、
あの、マッキーフリープレイ、こんなやつなんですけどね、充電式で10時間持ちます。そしてなんとなんと300ワット、電池で300ワット、10時間、ね、路上するのには最高です。普通の路上ライブの機材だったらどれくらいなんですか？30ワット50ワットですね。30ワット50ワットのが300ワット。さっきあのここでちょっと一回ね、一番大きい音流してみたら、運動会でいつも使いますよねっていうぐらい大きかったですよね。そうですね。というかあの映画館にいる気分でした。すごい映画館みたいだった。あ、いや素晴らしい、素晴らしいです。かなりでもね、これからはあの路上ライブするときはこの機材を使わせていただけるということなので、あのな基本は難波の高島屋の前でやりたいなと思ってるんですけど、ぜひね、無料なんで、フリーなんで、ぜひ見に来てくれたらめっちゃ嬉しいです。何かあの前も見に来てくださってて、的に機材が素晴らしく良いので、ちょっと良くなった歌をお届けできるかなと思います。路上ライブの谷谷さん、ぜひ来てね。一応舞台も出るんですけど、新東音っていう次10月に公演する舞台も、そちらの方もぜひツイッターフォローしてくださったら詳細書いてるので見てください。今日はちょっと変わったツイキャスでね。そう、普段はねあんまり奈良県ってここに来れることがあんまりないので、珍しい体験をさせていただきました。そう、いつもは雑談ばっかりだからね、もしかしたら今日はあのまた夜雑談のみでツイキャスするかもです。ぜひ遊びに来てください。ツイッターもフォローお願いします。まだ20分弱ぐらいあるんで、なんか歌の練習をしたいな。何されてるとこですか今？今はビデオ撮っとこうと思って。あ、ビデオ撮ってくれるそうです。あとであのなんかまんま1曲、まあ一番だけでも歌ったやつをツイッターに載せようと思ってるんで、動画よかったら拡散してもらえたらめっちゃ嬉しいです。暑い、ちょっとクーラー、クーラーあ、ついてなかったんですか？こんな大きいカメラのところかな。見てください、あのカメラ、テレビ局の人が持ってる、よくテレビ関係の方がよく持ってる。すごいの持ってますね。そうなんです、本格的なんですよ。私の PV 作ってくれた時もあのカメラでいろんな角度から私を撮ってくださり、それを加工というか合成して PV を作ってくださって、もう時が経つのは早いですね。あれいつ頃、あれ5月頃ですよね多分、あの PV は。いやもうちょっと前、違う、あれそうでしたっけ、うん、5月か、もうからも、うん、それぐらいです。すごいね、もう毎日ここでキャスしたいぐらいです。不可能ですけど、定期的に来れるなら来ます。すごい、今セッティングしてくれてるんで、あんな感じで、あと15分ほどですけど、それもう回ってるんですか？回します。お、もう回してくれてるそうです。いえ、あんな感じで、じゃあ音ちっちゃいですかね、やっぱり。あ、ママ私が生まれた日の空はどんな色、パパ私が
た日の気持ちはどうだった？あれから言葉を覚えて、私なりの愛も甘え方も体に染み込んだ。生きてこそ、生きてこそ、今ここから始まる。生きてこそ、生きてこそ、広がってまたつながる。あ、は、は、音どんな感じですか？聞こえるか、ちゃんと。ママ私を初めて抱く気持ちはどうだった？パパ私が生まれた日は嬉しかった。あれから奇跡を重ねて、私なりの愛も出会いも育てていきたい。生きてこそ、無限に羽ばたいてく夢。生きてこそ、生きてこそ、その根は深く太く強く。生きてこそ、ありがとうございます。キロロだね、この間ピアノ用の。お、そうなんや、キロロです。キロロの生きてこそって歌、いい歌。ちょっとね、もっとあのもっともっと練習して、あのちゃんと11月3日に根性発揮できるように頑張ります。8888、ありがとうございます。8888ハチハチって拍手のことですか？そうよ。ありがとうございます。パチパチパチな。パチパチパチか。あ、なるほど。なるほど。理解理解。今まで分かんなかった。ハチハチハチって言ってました。どういうことやろうと思いながら。イエイ。また夜にしてもいいですか？ツイキャス。はい。イエイ。じゃあまた夜、ちょっと遅めにしようと思ってるんで、見に来れる方ぜひ。あとこれからちょっと猛特訓します。猛特訓します。あの感覚を忘れてしまっているので、歌のだからね、100点まで引っ張り上げたい。素敵な歌と演奏、素敵な、とても癒されます。素敵な歌と演奏の貴重な配信、本当にありがとうございました。とても癒されました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そういう風に思っていただけてめっちゃ嬉しいです。あの閲覧数ね、同時閲覧が今年中に100人いけばワンマンができるので、ご協力をお願いします。譜面持っていくと弾いてまで自分が歌えれば、あ、そうなんや。練習頑張りましょう、一緒に。ありがとう。あと30秒ぐらいか。谷安さんもありがとうございました。ありがとうございます。頑張って、ありがとう、頑張ります、頑張ります。